皆様はじめまして、山吹のあんと申します。本日からパルワールドやっていきたいと思います。最初のちょっとだけ知ってるんですけど、あとは全然知りません。ではやっていきましょう。では進めてまいります。ゲーム開始します。新規ワールドを作成します。ワールド名何にしよっかな。なんか可愛い世界を作りたいんですよ。可愛い。いや、猫も好きだし、食べ物も好きだし、何がいいかな。最近ハマってんのは、マグタクですかね。マグタクワールドにしよっかな。マグタク幸せワールドにしましょう。まあ、いいでしょう。これで、日本語いけんのかな。マグタク幸せワールドでいきます。通るんだ。へえ。まあ、マルチは一体オフで、難易度はいい、カジュアルで、うん。まだ全然慣れてないので、そうしましょう。これでカジュアルでいきたいと思います。ノーマルでもちょっと怖いから。はい。始まっちゃった。どうするみんな。どうする。名前ね。名前ね。待って、キャラメイクできるってこと？山吹なんです。で、プリセットがあるの。プリセット、すでに可愛くないですか？あー、なるほどね。君、面白いね。色白がいいな。女性でやる？男性でやる？そういうことだよね。でも半裸になりたくなくない？あれ、結構細くなる？腕も細くなるのか。どっちでやろうかな。迷うな。山吹のは好きな方で考えてほしいんだけど。じゃあ、顔、体は男で、顔は可愛くしようかな。肌の色、これが一番薄いのかな？多分そう。もうちょっと、あれか？あ、でもなんかちょっと、健康的な色の方がいいよね。自分結構、あれも美白だな。結構ね、イエベなんです。イエベなんですよね。あー、なるほどね。あー、怖い怖い。怖い怖い怖い。やだやだ。やだやだやだ。可愛いのがいい？これかな。で、目、あ、怖い怖い怖い。あー、でも猫。一応猫股なんで、こういうのもいいかもですね。これで猫かな。目の色は、これぐらいかな。これぐらいにしますか。髪型変えたいな。これもかわいい。ドレッドヘア。あー、これもかっこいい。ハゲ。ハゲってちゃった。これもかっこいい。でも可愛くしたいからな。まず髪色変えちゃうか。結構ベージュ。これか。でもなんかこれオレンジだね。サイド下げて、メイド上げて、でもそれでもなんかちょっと違うね。もっとサイド下げて、あー、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、じゃん。そうだね。眉毛が太いからなんか嫌な感じがしちゃうだけ？顔で変えられるのかな？あ、そうじゃね。そうじゃねって言っちゃった。そうだね。そうだね。これで変えられるってわけね。メイド上げて、サイド下げて、で、眉毛はちょっとね、濃いめの方がいい。キャラメイク一生かかるんだけど。どうしよう。男じゃない方がいいかな、からだ。どうしよう。ボイス変えれるって。この声可愛くない？ね、今の声可愛い気がする。どうしよう、からだ。どうしよう。女の子の方がいいかな。でもこれガリガリすぎる。かわいそう。ガリガリすぎる。かわいそうだよ。下半身ちょっと太い方が好みかも。どうだろう、どうだろう、どうだろう。どうだろう、これ。でもどうしよう。似てる？似てる？ねえ、似てる？かわいい？なんで折っちゃうな。こんな感じでどうだろう。激好みだな。かわいい。じゃあ、これで進めたいと思います。ドキドキする。いきます。何？かわいい。
かわいい羊。あ、え、こいつらが起こしてくれんの。嬉しいね。私もしかしてなんか何、船から投げ落とされた系。ザ、あ、英語読めない。え、美脚なんだけど私。え、美脚すぎん。待って、え、かわいい。建築は、バック、あ、バックは B でしたね。これは、あ、ファストトラベル。テクノロジーポイントが1もらえましたよ。木材落ちてる。この花とか拾えないの。わあ、なんかレベルアップしましたね。なんかね、知ってる、なんか重いとダメなんだよね多分。あ、なんか人間おるんやけど。こんにちは、こんにちは。遭難者か。パルの匂いがしない人は久しぶりだ。この島は地獄だ。私と来た者たちはもうこの世にはいない。獰猛なパルに一人残らず命を奪われた。お前も油断するな。最低限の物資なら分けてあげられるが、生き延びるにはお前が力をつける必要がある。お姉さん素敵ですね。テクノロジー。あ、はいはいはい。この辺が作れるものですよってこと？あ、このパルスフィア、っていうので捕まえられるんですよね。あのパルたちをね。とりあえず作業台置かなきゃいけないってことだよね。え、これ高い？落ちたら死ぬ？ねえ、どうなの？あ、でも羊折れてんなら私だっていけるでしょ。これで、はあはあ。まあ、この辺に行きますか。で、F で建築ね。はあ。私、有能すぎない？有能だね。レシピを選択。松明とコンボが作る。コンボを作りますか、まず。ねえ。とりあえず身を守るものが必要ですから、何事もね。自分の身を守ってこそですからね。で、これで獲得は F ね。ああ、すごい、持った。持ったんですけど、野蛮人だ、これ。まず捕まえるボール作りたくない？ねえ、殴り殺したくないよね。よいしょ。石拾えない？これなーに？これなーに？これなーに？これ、落ちてるもんなの？捕まえられちゃうってこと？じゃあ、この子にしましょうか。あんな殴り、あ、オスだ。メスがいいかも。まあでもいっか。ごめんね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 。どれで投げんの？ 9 かな？ 9 はどこ？ 9、9、お、あれ？倒しちゃった。倒してない。あ、捕まった。捕まえましたよ。なんか手持ちってどこで見れるんだ？手持ちってどこで？あ、これだ。君のこと知りたい。火遊び好きってなーに？炎幻想攻撃ダメージは 10% 増加。へぇー。なんか名前とかって、あ、変えれる。すご。何にしよっかな。火遊び好きでしょ？ヘイト玉。あ、なんか暗くない？暗くない？なんかお姉さんのところ行かない？ね、お話しして。朝になりました。今日は拠点を探しに行きたいから、一夜お姉さんと共に過ごした日々は忘れないけど、だからこの作業台を連れて行かなきゃいけなかった。なんかいる。なんかいる。知らない子いる。知らない子おるねんな。この石邪魔だね。誰？この子。あっちの子レベル3だね。
さっき鶏倒あ、怒ってったんだけど。どうして？どうして？どうして逃げてくの？松明とツルハシ、ツルハシ作りましょう。で、助けて。一緒にやろうね。おう、ん？できた。ああ、なるほど。ああ、なんか、広い場所出た。なんかこの辺でよくないっすか、もう拠点。女の子だ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、そっちじゃないんだけど。君、よいしょ。よ、君は？お、捕まった。待って。ニックネーム決めるから。君はどんな性格なの？え、なんかいっぱいついてない？あ、でもビビリだから攻撃力 10% だ。鉱山のチーフ。あ、発掘効率増加 25%。君は？ビビリなだけだ。かわいいね。ビビリの方から名前決めようかな。何にしよっかな。ビビビニャンですね。決定です。君はビビビニャン。で、君は鉱山のパッシブスキルを持ってるので、親方にしましょう。寝床作りたいから、なんか岩の、これ拾って、壁がないとダメなんでしたっけ？土台をまず作って、壁？天井？で、ベッド。オブジェクト、あ、羊！羊。一緒に作ろうね。なんかちょっとずれてる？なんかちょっとなんかはみ出てるんだけどこれってずらせらんないの？まあ、ね、寝れるならええか。寝ましょっか。みんなのベッド作んなきゃいけないんでしょ？わらのベッドどこに作ろっかな。でも近くで寝たくない？一緒に寝たいよね。この辺に作ろう。もう一個作ろうかな。こうかな。かわいい。あ、そっか。まずなんかデジタル機器みたいなやつあったよね。あれを立てなきゃいけないのか。ここでいいのかな。まあ、いっか。そう。これは何？あ、これで拠点に。え、親方入れたい。親方を入れましょう。あ、なんかめっちゃ取ってる。賢いね。ゲート玉どいてよ。まあいっか。あ、アップグレードした。うん、あ、なんかだ、え、誰かいる。誰かいるんだけど。でも何も買えないわ。今は何も買えないんだろうね。だね。女の子だ。捕まった。よかったよかった。手持ちの子には名前つけましょう。モコモコでいきましょう。あ、そうだ、布の服も作ろうよね。文明レベル上げてこう。
あ、できた。えらいね。あ、あー、なに？あー、来たんだけど。え、待って。めっちゃ可愛くない？可愛い。え、可愛い。ここが新しい子だ。サボり癖あるんだけど、ちょっと。サボり癖あるのか。なんかお腹空いてきたな。働いてくれないとな。嘘嘘。この子はモフバリアとかにしようか。ああ、みんな来た。みんな来た。ベッドの場所どうにかなんないか。手伝ってくれる優しい。してくれそう。おいでー。かー、かわいい。かー、かわいい。あー、かわいい。あー。もうフリーヌです。君は、ここから。私のとこに来たことを後悔するんだな。ガハハ。っていうことですね。君は、何にしよっかな。君は、今日からモフィーですね。モフィー。君も名前決めさせろ。獰猛なんですよね、このペンギン。岩飛びにしましょう。今回の進捗はこのようになります。まずこの家に銅像ができて、こっちに放牧場ができています。こっちでいっぱい毛を落としてくれていますね。で、こっちにベリーと、修理台があって、で、修理台？これはじゃあ何？まあ作業台があって、こっちがお家ですね。みんなのお家はこっちまだ外なんですけど、いずれかはね、ちゃんとした場所に置いてあげたいですね。チェストが2つ、お家の中がこんな感じですね。テーブルと椅子があります。家具とかもうちょっとぼちぼち。増やしていきたいですね。これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。ファルワールドでやってほしいこと、質問やコメント、何でもお待ちしております。山吹のんでした。